皆様こんにちは。クリスマスローズ大好き野々口みのるの園芸ノート、クリスマスローズ Q&A シリーズです。今日は8月5日です。8月は年間を通して一番暑い月です。東京では連日のように真夏日、猛暑日が続き、夜間でも気温が下がらないで熱帯夜となっています。人も息苦しく感じるぐらいですから、敏感な植物たちにとってはより一層つらい夏だと思います。そんな夏真っ盛りの8月の Q&A です。一つ目の質問です。8月は何もやることがないですよね。ズバリお答えします。確かに鉢植えに水やりする以外特にありません。先日女性ガーデナーさんから言われた質問が、この8月は何もやることがないですよねでした。繰り返しになりますが、8月は年間を通して一番暑い月です。そして例外もありますが、梅雨時期や秋の長めの時期に比べて、どちらかというと降雨量が減る月でもあります。要は蒸し暑いだけです。そして病害虫の発生、発症もやや少なめです。そのため、まずは鉢植えについて留意すべきことをお話しします。第一に、葉焼けさせたり、水枯れさせないように、水やりのタイミングに注意することです。ちょっとした油断で枯れ上がってしまうものです。人は通常、まとめて水やりしたくなりますが、一株でも、鉢土が乾ききった鉢を見つけたら、まめにその一株だけでも水やりしてください。あとでまとめてなどと考えると手遅れになることがあります。そして第二に、病害虫の温床になりやすい雑草を取ったり、株元に残る可平気した後の残骸や古葉があれば、これを取り除くなどして株元をきれいに整理することです。実際にここのかなり極端な事例かもしれませんけれども、雑草がたくさん生えてますね。根っこから取らないとまた生えてきますので、しっかりと根元を、雑草の根元を掴んで抜き取ってください。はい、このような感じで綺麗にしました。一方、樹液の場合、水やりは例外もあるかもしれませんが、通常は不要です。根がしっかりと活着していたら、必要な水分を大地から吸収してくれるはずです。また、樹液している株周りの雑草取りは、熱中症に気をつけて可能な範囲で実践してください。私のところもかなり雑草が入ってます。二つ目の質問です。打ち水はした方がいいですか？ズバリお答えします。8月の暑さは格別です。打ち水をすると
水が蒸散する際に地面から気化熱を奪い、地面の温度が下がり涼しくなります。植物にも人にも優しい対策です。しかし、むやみに打ち水を行っても効果がありません。日当たりの良い日中は打ち水をしてもすぐに乾いてしまうため、打ち水は日中を避けて朝夕に行うのが一般的です。特にベランダのコンクリート面は熱がたまりやすいです。打ち水をするとコンクリートの熱を奪い、周囲の気温を下げることができます。ただし、集合住宅のベランダは朝夕でも日当たりが良いことが多いです。すのこを敷いて、さらにグリーンカーテンや遮光ネットで日陰を作り、水がすぐに乾かないようにして打ち水を行うと効果的です。まとめ。皆様、今回の動画はいかがでしたか？8月も7月と同様に水やりに関することを中心にお話しさせていただきました。クリスマスローズ Q&A シリーズでは皆様からのご質問をお受けしています。次回はまだまだ暑い残暑の9月になります。しかし、秋分の日を過ぎると暑さも一段落して、中には根が動き出してくるクリスマスローズも出てきます。皆様の疑問にズバリお答えしますので、質問のある方はコメントしてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。